フマユーン、フマユーン、フマユーン、1508年3月17日から1556年1月27日は、北、インド、ムガル帝国の第二大君主、在位、1530年から1540年、1555年から1556年、父は、初代皇帝、バーブル、母は、マンハムベイグム、 1508年3月17日、ティムール朝サマルカンド政権の君主バーブルとマーハム、米軍の間に長男としてアフガニスタンのカーブルで誕生した。1508年、フマーユーンはトルコモンゴル式の伝統に習い、バダフシャーンとカーブからアムダリア側に至るカーブル北東部を認知として与えられ、その地を統治した。 1526年4月21日、父バーブルが、デリー近郊のパーニーパットの戦いでローディ朝アの、イブラーヒーム・ローディを破った際、フマーユンもバダフシャーンから引き連れてきた軍勢と、参加し、右翼に布陣していた。この戦いにおける勝利により、デリー・スルターン・朝に代わり、ムガル帝国、ムガル朝が成立し、バーブルの後継者である、彼は、皇太子となった。 また、同年夏にはバーブルは、大征服の後の当然の慣習として、勝利を祝う形で財宝を、息子や家臣に分配した。息子フマーユーン勝利に大きく貢献したということで、700万、ルピーと宝物を貯蔵したを与え、何人かの交換は、それぞれ100万ルピーを与え、その他勝利に貢献した者たちには何かしらの、報奨を与えた。フマユンは、デリー。 アーグラ北部から北、ビハールまでを征服したが、インド征服後はアフガニスタンへと戻った。彼は中央アジアから攻めてくるウズベク族を辺境で防衛し続けた。また、彼はサマルカンドやブハーラーへの遠征軍を整えていたと言われている。一方、バーブルは晩年、庭園を作り、書物を表し、施策にふけるなど楽しみの時間に費やした。 この頃から、バーアブルは体調を崩すようになっていき、しばしば病床についた。だが、1530年に、フマーユーンがカーブルで、激しい高熱に襲われた末、既得状態という重滞となり、母、マンハムが彼をアグラまで連れて行った。後に、フマーユーンと、その兄弟たちの戦いについての解雇録を書き残す。ことになるフマーユーンの姉妹は、この母と、子は、 イエスとマリアのようにアーグラを出発したと書き残している。その時のバーブルの深く悲しんだ様子と彼の奇妙な最後を車団はこう記している。父バーブルはどうしたら良いかとお気に入りの相談役に意見を求めると、不満運が助かるためには自分が持っているものの中で最も価値の高いものを捨てなければならないと言った。バーブルは 自分こそが最も価値の高いものであるとして自ら、息子の犠牲になろうと述べて、祈りを唱え、フマーユーンの寝床の周りを三回歩いた。すると、フマーユーンは、たちまちのうちに、病から回復し、バーブルが逆に病に倒れて、12月26日に、死去した。こうして、同年に、フマーユーンは、父、バーブルの後を継ぎ、新たな皇帝となった。父が死去した フマーユーンは極めて不安定な地位にあった。帝国の領土はカーブルとカンダハールを含みヒンドゥークシュ山脈を越えてバダフシャーンをも緩く支配していたが、フマーユーンの領土はジャウンプルからベリー、パンジャーブとインド北部の限られた地域のみしか支配力が及ばなかった。これはフマーユーンの三人の弟たちにも帝国の統治が委ねられていたからである。 フマーユーンには三人の弟がいた。時系、三蘭、末弟である。時系カームラーンは、父よりカーブルとカンダハールの支配を任されており、加えて彼はそれだけの地域では満足せずにラホールとムルターンを占領した。フマーユーンは、カームラーンが自身の総主権を認めたためこの行動を黙認し、また、西部辺境地帯悩まされず、 東部辺境地帯を自由にできるということで、さらに、パンジャーブとムルターンを割上した。また、その下の弟である、アスカリー、ヒンダールラも広大な領土を任されており、彼は、フマーユーンに対して、表面上は忠誠を誓いながらも、行為を狙っていた。彼らもカームラーンと同様に機会さえあれば、同じく、フマーユーンを軽んじる、可能性があり、 フマーユンにとって潜在的な敵であった。その上、バーブルが滅ぼした、ローディアサの君主、イブラーヒームの弟であるマフムード・ローディーラのアフガン勢力が王朝最高を目指して行動していた。インド南西でもグジャラーとするターン・アサの君主バハードゥル・シャーは、ラージプート賞を破り、アーグライト着実に進軍していた。1531年7月、 フマーユーンはラクナウ郊外で、マフムードローディーの軍に勝利した。これにより、ローディー朝最高の望みは断ち切られた。また、ビハールでスルターンを称していた、アフガン系スール族のシェールハーンがいたが、フマーユーンは、シェールハーンをチュナールに包囲した。彼は4ヶ月後にその城を保有し続けることを条件に、帝国に忠誠を誓い、息子の一人を人質にすることで、 降伏を申し出た。フマーユーンもまた、アーグラを脅かす存在となっていた、グジャラートのハードルシャーが気にかかっていたので、アーグラに戻る必要があったのでこの降伏を受け入れた。この時、フマーユーンは、シェールハーンに勝利したことに満足して、彼を殺害せずにいたが、この判断は後に、ムガル長が一時中断することにつながった。また、 自身の軍事力が裂かれることを危惧して、部下の貴族をチュナールの城塞に残すこともしなかった。グジャラートのバハードルシャーは有能かつや進化的な君主であり、1526年に即位すると、1531年にはマールワースルターンアサを滅ぼし、マールワーオハントに加えた。さらに、ラージャスターンに進撃し、メーワール王国の首都、チットオルガルを包囲していた。 その上、彼のもとには、ムガル帝国に滅ぼされた、ローディアサの残党をかくい、シェール・ハーンなど、東方のアフガン勢力と連絡を取っていた。フマー・ユーンは、シェール・ハーンを打ち破った後、アーグラに戻ると、アーグラからクワー・リーアルに移動した。バハードゥル・シャーもまたその介入を恐れ、メーワール王国と交わして、多額の賠償金を現金と現物で徴収すると、 チットオルガルをその王の下で統治させた。1535年、フマーユーンはバハードルシャーを破り、韓米まで追撃し、バハードルシャーは、リーウに逃げた。彼は、グジャラートとマールワーを制圧し、帝国の半島を倍増させた。この二つの州は、豊かな州であり、加えて、グジャラートのチャーンパーネールとマールワーのマンドゥには、多額の財宝があり、 それらがすべてフマーユーンのものとなった。フマーユーンには、戦災があり、チャンパーネイルの城塞を攻めた時などは自ら、城壁を梯子で登るほど、勇敢だったという。だが、フマーユーンは、手に入れた、新領土の支配体制の確立を怠った。彼は、グジャラートを、弟アスカリーに委ね、自身は中央に位置するマーントゥーに戻り、そこで快楽に溺れた。 クマーユーンは、そこの穏やかな気候に満足し、マーンドゥーに滞在し続けた。一方、統治を任されたアスカリーは、経験が浅く、貴族らは分裂しており、バハードル、シャーハイの貴族、民衆の反乱が勃発した。その上、バハードルシャーは、急速に権力を回復し、丘陵の奪還のために進軍した。アスカリーは、グジャラートから撤退したが、 マーンドゥにいるフマーユンに会う気になれず、アーグラへと戻った。ここに来てフマーユーンは、アスカリーがアーグラを奪って、別の帝国を築く、可能性を危惧し、マールアーを捨て、マアンドゥから強行軍でアスカリーを追った。彼は、ラージャスターンでアスカリーに追いつき、そこで二人は和解して、アーグラへと戻った。だが、グジャラートとマールアーは、帝国の統治から離れてしまった。 また、附属していた東方アフガン勢力のシェールハーンが次第に勢力を拡大し、ムガル町に敵対するアフガン人らの名手となってしまったため、1537年にフマーユンは彼を攻めるために東方進軍した。シェールハーンは、バハードルシャーの多額の資金援助の下、1200頭の像を含む大軍を要し、ジャウンプルとバーラーナシーからベンガルにかけて、 強力な同盟勢力を築き上げ。フマーユーンは、同年の暮れ、後方との連絡を脅かすとして、チュナールを包囲したが、その城を占領するのに6ヶ月も要した。その間、シェール・ハーンは、ローター・スガル城を奪い、そこに、自身の家族を避難させた後、ベンガル・スルターン・アサへの侵略を行い、その首都ガウルを占領した。シェール・ハーンは、 フマーユーンに完全に軍略で勝っていた、と歴史家のサティー・ヒキャンドラは表している。シェール・ハーンはガウルを占領した後、フマーユーンに対して、ベンガル領有を認めるなら、毎年100ディーナールを支払うと申し出た。だが、フマーユーンは、豊かなベンガルをシェール・ハーンの手に残しておくつもりはなく、またフマーユーンの陣営に負傷して逃げてきた、ベンガル王がシェール・ハーンへの抵抗を続けられると、 説したため、彼に、この提案を拒否させた。しかし、ベンガル王は追っていた怪我が原因で死亡したため、フマーユーンは単独でベンガル遠征に向かった。シェールハーンはすでに、ベンガルを離れ、南ビハールにいたが、これは、フマーユーンに、ベンガルに進出させ、アーグラとの連絡を立つ彼の作戦であった。そのため、フマーユーンは、ガウルに難なく到着し、 現地で法と秩序を確立しようとした。だが、その間に、実定のヒンダールがデリーで皇帝を自称し始めた。この企みは、フマーユーンを支持する貴族の反対で失敗した。だが、この行動は、カームラーンの派遣を狙う野望にも火をつける結果になった。一方、フマーユーンは、シェールハーンの作戦により、アーグラとの連絡を絶たれてしまったため、 三四ヶ月ガウルに滞在した後、わずかな守備隊を残して、アーグライト帰還した。フマーユーンは、ウッキやアフガン人の必要かつ絶え間なく続く攻撃に、加え、貴族間の不仲にもかかわらず、ブックサール近くのチャウサーにまで軍を退却させることができた。この頃、カームラーンがヒンダールの反乱鎮圧を目的に、 ラホールから進出してきたが、フマーユーンには援軍を送ることはしなかった。1539年6月26日、フマーユーンは、シェールハーンの軍勢に、チャウサーで敗北を喫した。フマーユーンは、シェールハーンに勝てると確信していたが、アフガン軍は戦闘経験を積み、強力な指導者に率いられていたため気が高かったが、フマーユーンは、チャウサーの町で、 アフガン軍と対峙しながら和議を結ぼうとした。シェール・ハーンはその間に軍の戦闘態勢を整え、帝国軍を吸収させ、総崩れにさせた。この戦いで、帝国軍の著名な貴族、及び兵士7000人あるいは8000人が死亡し、フマー・ユーンはアーグラへと逃げ延びた。同年12月、シェール・ハーンはガウレで即位して、シェール・シャーと名乗った。そして、 ここにアフガン系スール族によるスール朝が創始された。一方、フマーユーンはアーグラに戻った後、軍の体制を立て直し、再び統制を開始した。とはいえ、一万の兵と共にアーグラにいたカームラーンは、フマーユーンに協力する気はなく、他方、フマーユーンも彼に軍の指揮権を委ねる気はなかったため、カームラーンはラホールへと進出していた。 1540年5月17日、フマーユーンは、シェールシャーの軍勢とアーグラ・トラクナウの間にある、カナウジで、再び激突した。この戦いには、ヒンダールとアスカリーも参加し、兵の数のスール長を上回っていたが、帝国軍が、結果的に大敗した。軍の大部分は、ガンジス川で溺れ死んだが、フマーユーンは、後がハーンのおかげでなんとか、川を安全に渡ることができた。 フマーユーンはアーグライト逃げ、そこからラホールへと逃れた。彼はカームランら弟とラホールで談合し、シェールシャー打倒後に帝国領の分割をする約束さえもしたが、弟たちは軍事支援を拒否したばかりか、カーブルへの避難はもとより、ラホール滞在も容認せず、失敗に終わった。彼はラホールからインダス川に沿って下り、ムルターンを経由した後、 長く苦しい亡命生活に身を置いた。その後、同年6月15日、シェールシャーはアーグラに入場し、帝国はスール町に乗っ取られてしまった。フマーユーンはインド北部から追い出された後、シンドに避難し、ラージュプーターナーの砂漠地帯へと落ち延び、こうしてムガル帝国は一時的に滅亡した。カンダハールとカーブルはカームラーンのものとなっていたため、 フマーユーンは自身の領土をすべて喪失した。フマーユーンはラージュプーターナーの砂漠で兵を集め、帝国を再建する計画を練った。だが、神シンドの書をもとより、マール・アール王国のマール・デーブをはじめとするラージプーとも、その計画を演じようとはしなかった。この亡命の最中、な五1541年9月にフマーユーンはハミーダ・バーヌベーグムと結婚した。 ハミーダはペルシア人でシーア派であり、わずか当時14歳であった。ハミーダとは縁が離れていたものの、フマーユンは拒む彼女に求愛し続け、グルバダンベイグムの母ディルダールベイグムの説得もあり、二人は結婚にこぎつけた。だが、ハミーダを同じく愛していたヒンダールは、この結婚で兄に恨みを持ち、また彼女がヒンダールの信仰上の同志の娘だったため、 兄の元を去って、カンダハールで独立しようとした。1542年10月15日、フマーユーンとハミーダの二人の間には、アクバルが誕生している。この時、フマーユーンは、ウマルコートの支配者から、亡命先と援助を提供され、そこに滞在していた。その間にも、シェールシャーの敗下の武将は次々と、ムガル帝国の諸州を制圧し、来た。 インドにおける基盤を固めていた。1543年、クマーユーンは、インドでは帝国奪還計画が進まないことから、ハミーダや50人弱の側近を連れて、シンドから逃亡し、イランのサファビー朝のタフマースブ一世を頼って、落ち伸びた。その際、息子アクバルは、カンダハールを統治していたアスカリーのもとに、人質に出され、その後、カームラーンの人質となった。 タフマース・ブイッシイは、フマーユーンを手厚く歓迎し、互いに抱き合い、二人は、意気統合して、親友のようになったという。フマーユーンが滞在している間、タフマース・ブイッシイはたびたびその宿泊施設にやってきた、と、クルワダン・ベーグムは書き残している。イランに滞在している間、ムガル町の祖先が建てた、建築物をヘラートに見に行ったり、ヘラートからマシュハドに行った際には大変な歓迎を、 歌という。また、狩りや宴会を楽しみ、インド期間前には、タフマースプ一世とペルセポリスの廃墟で宴会を行った。ただし、フマーユーンはスンナ派だったため、シーア派だった、タフマースプ一世が彼とその廃下をシーア派に、消えさせようと躍起になった時は、面倒なことになった。その結果、タフマースプ一世は支援の条件として、フマーユーンがシーア派に帰還すること、シーア派を、 インドの国境にすること、インド奪還の際に、カンダ・ハールを活用する条件を出し、フマーユーンはこれを受け入れた。フマーユーンからインドを奪ったシェールシャーは、名君として後世に大きな影響を与える政治改革を行った。このためスール長は強情であったが、1545年5月に、シェールはカーリンジャルで不慮の事故死を遂げた。 後を継いだシェールシャーの息子のイスラームシャーは、父ほどの器がなく、スール朝の支配に、陰りが見えてきた。フマーユーンは、このような状況を見て、ペルシア兵を主力とした軍勢を持って、インド方面へと帰還し、兄弟らに戦戦した。その後、1545年3月にアスカリーから、カンダハールを奪還した。さらに11月にはカーブルも奪って、 弟のカーラムーンを追放した。その際、捕虜になっていた息子のアクバルを救出した。フマーユーンは、以後の九年間、アフガニスタン東部の派遣をめぐって、弟らと戦った。ヒンダールは、カーラムーンに奇襲されて殺され、アスカリーは、メッカ巡礼を命じられ、カーラムーンは盲目にされた。1554年、イスラームシャーが死去して十二歳の息子であるフィールーズ。 シャアが貴族によって擁立された。だが、一ヶ月も経たないうちに、継承争いが起こって彼は殺害され、スール朝は王族三人が争う事態となった。同年末、フマーユームは、この機に乗じてインドへと戻り、12月30日にはインダス川を渡った。彼は、スール朝を滅ぼして、1555年7月23日に、デリーの王座を取り戻した。 1556年1月24日夜、フマーユームは、図書館の屋上で、金星が昇る時刻について、先生術師と議論した後、階段で降りようとした。その時、近くのモスクから礼拝の時刻を告げ、近くのモスクから、夕方の礼拝に呼びかける無ジ人の声が聞こえたため、礼拝への召集が終わるまで腰を下ろして、待とうとした。あるいは急いで階段を降り、 モスクに向かおうとしたとする説もある。しかし、フマーユーンはその時、長い衣服の裾に足を取られて階段から転げ落ち、石段で頭を打ち、その衝撃で頭蓋骨が砕けた。この事故が原因でおよそ2日後の27日に死去した。王座に戻って6ヶ月後、時に47歳であった。息子のアクバルが13歳で定位を継ぎ、 インド奪還で功のあったバイラムハーンが摂政として統治した。スール朝残党の抵抗、特にその武将ヘイムーのデリーとアーグラの占領もあって、統治は安定しなかったが、1556年11月5日の第二次パーニーパッドの戦いで、スール朝残党を滅ぼして、ムガル帝国の強を成し遂げた。アクバルは成長してから申請を開始し、大帝と呼ばれて、 ムガル帝国の前世紀を築き上げる英首となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。